北口秋川駅は、東京都秋野市ゆたにある、東日本旅客鉄道五日市線の駅である。駅番号は JC83。秋野市の代表駅、東京サマーランドの最寄り駅である。当駅は開業当初西秋留駅を名乗っており、東秋留駅と対応なしていたが、秋川市の代表駅であったことから、市名に合わせて、秋川駅と解消された。 同市は後に合併により飽きるの市となったが、当駅は引き続き市の代表駅となっている。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。京上駅舎を有しており、その周りにはスロープが設置されている。改札内にはエスカレーターとエレベーターが設置されている。トイレは改札外にある。以前は直営駅であったが、 現在は JR 東日本ステーションサービスが業務を受託する業務委託駅で灰島駅が当駅を管理している。駅舎内には自動券売機3台と自動改札機、自動生産機などがある。2006年3月16日に緑の窓口が廃止され、その代替としてもしもし券売機帰るくんが設置されたが2012年2月20日で撤去され、新たに 多機能券売機が設置され、また2014年12月12日からは指定席券売機も設置された。改札外のエレベーターは長らく未設置であり、バリアフリーに対応していなかったことから自由通路の北口と南口にエレベーターを設置するための工事を行い、2020年7月までに完了する予定が発表された。このうち、 北口には2020年4月1日に稼働を開始し、南口は7月稼働開始予定である。また、下りホームエスカレーター付近が狭く、降車客が多い場合など対流が起きて危険であると、駅構造上の問題を指摘する声もあり、市議会でも取り上げられた。なお2013年現在、下りホームエスカレーター付近が狭い状況は、 JR の設備部屋が撤去され改善がされ通路が広くなった。かつては上下ホームとムフェンスの業務用門扉の外側にインターホンが設置してあり、階段利用が困難な利用者は駅係員を呼ぶことにより入場可能としていた。2020年度の1日平均乗車人員は5044人である。近年の1日平均乗車人員の推移は下表の通り、 北口ロータリー北口にロータリーがあり、西東京バスの路線が発着している。駅及び周辺を経由する路線には、五日市線の営業時間外に運行する路線バスが複数ある。2010年4月1日、灰島駅業及び武蔵五日市駅方面駅の運行を開始した。駐車区市天報資料、プレスリリースなど一時資料に仕飽きる駅に関するカテゴリー。 ありがとうございます。